どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回はですね、週末のハーレムの第9話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、手地肉林というところで、土井がですね、すっかり 今の状況に満足していたわけなんですが、まあ、教室で当番の子にキスをしたりするっていうところもですね、全くためらわなくなっていたりするっていうところで、なんていうか、土井の変化というか、そういうものをですね、感じられるところでした。まあ、とはいえ、土井をめぐる争いっていうところもですね、激しくなってきている感じがあったんですが、 立がですね何て言うかこう派閥があるかのような口ぶりをしていたんでもしかするとこう派閥を作って土井のことをめぐって争っていたりするのかなっていうふうに思ったりはしましたね、まあ、でもそうだとするならば、まあ、夏や春夏秋の3人がですね揉めることなく、まあ、こう一緒に土井と過ごしていたりするっていうところもですね だいいぶ納得のいくところではありますね、まあ、それと土井がですね、まあ、こう図書室とか、まあ、保健室とかで、まあ、こう場所を選ぶことなくメイティングをして楽しんでいたわけなんですが何て言うかね本当に今の生活を満喫しているっていうところがですねこれでもかってぐらいにですねよく伝わってくる感じではありましたね。 なんかそういういところを思うと、まあ、ドイもですねこうコールドスリープから目覚めて時間が経つにつれてだいぶこう変化が出てきたなあっていうふうな感じでした、まあ、そういうところでまず1つ目の感想であるとというところ終わっておきますでですね次2つ目の感想に入っていくんですがあと一歩で。 とというところでレイトがですね肺病院で MK ウイルスの真実にですね、まあ、こうあと一歩というところまで迫っていったわけなんですが、まあ、そこにはね UW 日本支部の人がいたりするっていう時点でですね、まあ、怪しさ全開な感じでししたね、まあ、しかもそこにやってきたクロエもですね UW 世界本部の人だったりするっていうところもかなり意外なところではあったんですがまさかね UW 日本支部の人を、まあ、容赦なくこう刺殺してしまうっていうふうには思わなかったんでさすがにびっくりしたところではありますね。あとはいえレイトがですね MK ウイルスの手がかりをですね、まあ、あと一歩でつかめる というところでで病院自体がですね証拠隠滅の目的で爆破されてしまうっていうところはですねまあ、こういくらなんでも押しすぎるなっていうところではありましたね。それと肺病院をですね探索している中で、まあ、こうお化けが出ませんようにっていう風なことでですね怖がっている粋が見ていてね 微笑ましかったところでは、まあ、ありますね。<laughs> そう。なんていうかね、肺病院の探索っていうことで、まあ、ちょっと緊張感があるのかなっていうふうに思いきや、まあ、こう全然そういうことなく、まあ、むしろ楽しそうな感じで進んでいくっていうところがですね、すごく印象的なところでした。まあ、そういうところで、2つ目の感想である、あと一歩でというところ、 終わっておきますでですね次3つ目の感想に入っていくんですが UW 同士の争いというところで、まあ、クロエの補佐官として UW 日本支部にやってきた女性がですね、まあ、UW 日本支部の長官3人を拘束するっていうことになっていたわけなんですが、まあ、その中に1人ね裏切り者がいたっていうことで まあ、そもそもこんな事態になっているんだっていうところは笑えない感じではありましたね。あとはいえ、長官たちがですね、黒、ま、へ、あの補佐官を拘束しようとしていたら、まあ、そもそも拘束する担当に裏切られてしまって、立場が逆転してしまったっていうところもですね、まあ、なんとなく予想していたところではありましたね。 それと長官たちがですね、UW 世界本部が MK ウイルスに耐性を持っている男性が、まあ、レート以外にもいるんだっていう情報を掴んでいるということがばれたことで、まあ、すごく動揺していたわけなんですが、まあ、それだけナンバーズっていうものがですね UW 日本支部にとって重要な、まあ、こう機密情報だったんだっていうところが 感じられたところではあります、ねまあでもね長官たちが拘束されてしまったことで、まあ、今後の UW 日本支部っていうところがですねどうなっていくのかやっぱりね気になってしまうところではありましたね。そういういと,なかなかななというところで3つ目の感想である UW 同士の争い。 というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回は UW 日本支部と UW 世界本部の間でですね、まあ、ちょっとした争いになっていたわけなんですが、まあ、UW 内部での争いに、まあ、レイトたちがですね、どんな形で巻き込まれていくのかなっていうところは気になるところではありますね。 それと、レイトがですね、クロエから、まあ、エリサはテロ集団に所属しているっていうことも伝えられていたわけなんですが、それを聞いて、レイトがですね、どんな行動に出るのか、そのあたりはですね、気になるところですね。また、ドイのいる学校もですね、爆破されたりしていたわけなんですが、まあ、ドイが無事なのかどうかっていうところとか、 カレンがこの状況でどんな動きを見せるのかっていうところもですね気になるところですねとりあえず次回の話ではレイトとドイと日ノの3人のナンバーズがですねどう動くのか注目しておきたいところではありますねそういうところで今回の週末のハーレムの第9話の感想ですねこちら終わっておきます でですね、今までにも第1話から第8話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの9話の感想と、現実主義勇者の王国再建記の22話の感想、 そしてですね、大の大冒険の第72話の感想ですね。この3本更新してますんで、よかったら、こちらの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、東京24区の8話の感想と、ありふれた職業で世界最強の2期の8話の感想。そしてですね、そのビスクドールは恋をするの9話の感想ですね。 この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方を聞きに来てくださいというところで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。